はい、こんにちは、ペソでございます。スーパーファミスタ3続きやっていきたいと思います。ヤクルトと阪神になりますね。逆ですね、阪神ヤクルトになるのか。はい、いや前回はね本当に不甲斐ない試合でしたね。もう全く何と言ったらいいのか。さあ、先発はユフネさんね。同じ左でもこの差は何なんだろうねっていうぐらいね、ユフネさんは綺麗に抑えて、まあ、ここの差なんだろうけどね多分。ああ、そこ間違ってた。まあ落ちるか落ちないかですよね。その仕掛けのところで、そのフォークボールがね綺麗に決まるかっていうところなんでしょうけど、で追い込んだらこういう感じね。ああ危ない危ない。おー落ちない。まあ結果論三者連続三振。さあ今日は好調の和田さんね。あそうかそうか、速球で押してくる西村さんか。ここだよ。あ最悪。あーちゃっちゃっちゃ。さあ広沢さんね、ごめんなさいね、ちょっとくしゃみ出ちゃった。あーいっぱいよ。あうねうね。ジャック・ハウエルさんでしたっけ。おい今日はタイミングあったね。よしよし、未だノーヒット。あれここか。そうだね、そういうことね。同じ球3球投げてきた。ちょっと反速球。これもいい当たりだけど、あーセンターフライ。田さん硬いからな、走らせようか。でもいい、めっちゃ硬い。おまりさんのホームラン先生ですね。畑さん、ハドロさん舐めてるとね怖いんですよね。パラメーター低いと思われるんですけどね。
あやっと落ちた。さあ、式なし、富士さんから。まあ、確率に低いヒットだよね。打ち上げちゃった。和田さん、落ちる球がないからね、絞りやすいっちゃ絞りやすいんだけど、緩急つけとかれるとね、わあインサイドか、当たらんとこに行くな。山を張るのが難しいね。これも大きい。2打席連続。石峰さんだとね、同じような振り方でもこうなっちゃうんだよね。これもか。うわあ、同点に追いつかれちゃった。いや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 、きついな。ソロホームラン2発はね。ああ、ここで落ちるボール投げてきた。これはどん詰まり。
て落ちる球使うようになってきた。これは届かんでしょう。さんをね全部抑えてるってとこかな。あーうっそー、入るんだ。しかもタイミングが難しそうだね。ああ惜しい。ダメだ、タイミング合わない。なんだけどね。さあオマリーさんが3打席連続でいくか。おお鋭い当たり。ああここか。タイミング合わない。好調の時しか打たない石峰さん。ああカーブか。ああ最悪。ピッチャーに打たれた。
4点目取られちゃった。左がいいな、落ちる球か、見極めない、切れる。2点を追っかけて、トップバッターからね。かホームラン結構打たれたね。野球くんつーは救済やだって。まあホームランだけじゃ勝てんわな。はい、ということで順位表どうなった。ベイスターズがいつもよりか2位に上がってきてるんですね。1ゲーム差となりました。現在10勝6敗なんとか首位キープで、巻き返しを図りたいところですね。まあ巻き返し言うてもね、まだ首位だからね、巻き返し言うことは変なのかもしれませんけどね。もうちょっとねスカッと勝ちたいですよね。次回お楽しみに。それではさよなら。